東日本大震災から今日で11年です。金沢市内のカフェでは被災地から北陸に避難した人たちが地震が発生した時刻に合わせて黙祷し、犠牲者を追悼しました。こちらのカフェでは毎年多くの被災者の方々が集まっているのですが、今年は感染対策としてオンラインでの交流会が開かれています。金沢市大手町にあるカフェロサンゼルス。東日本大震災を機に福島県から石川県に自主避難した森島幹博さんが2014年に開きました。森島さんをはじめ、東日本大震災の被災地から北陸に避難した人たちやその支援者は11の会を結成し、震災を風化させないよう毎月11日に交流を続けています。震災から11年を迎えた今日、地震の発生時刻午後2時46分に合わせて黙祷が捧げられました。東北方面にかける電話一切かけることができませんでした。黙祷。できる限り11の会として、こういった私たちの体験や災害に対する心構えみたいなのは発信し続けていきたいなという気持ちでいます。黙祷の後は東日本大震災の被災者がオンラインで自らの体験を語り、日頃の防災についても意見を交わしました。